皇徳王は、白木の第四十二代の王であり、聖は金、意味名は秀宗、後に、景気と改名した。父は三十八代元聖王の元大使の金、人志剣、母は各官の金慎、術の娘の宿帝夫人であり、三十九代以上、聖王、十一代、剣徳王の同母帝である。王妃は小聖王の娘の昭和夫人。 826年10月、先代の賢徳王が死去すると、福君の位にあった秀則が即位した。819年2月、現職の上大統の金高氏武氏が死去したことにより、遺産の位にあった金秀則が公認の上大統となり、822年1月には福君とされて、月池宮に住まわされた。三国式では福君の名称は他には見られないが、 月地点、月地学点という館長名が職館氏の東宮館の下部組織として見られることから、福君は王太子の別称であり、金秀でのりが王太子に建てられたものと見られている。また、旧当女や新当女の白木殿には、金景気は金彦、昇るの子であると記している。しかし、三国式白木本里、賢徳王記によれば、賢徳王には、金のりあき、 金朝連、金、らの王子がいたことが記されており、また、822年3月以降で、ただし教閣官の娘の帝京を大使の日に迎え入れたことを記しており、皇徳王の王妃のつてとは異なっていることから、皇徳王が、剣徳王の大使とされたとすることとは言い入れない。結局のところ、剣徳王の同母帝であった、皇徳王が王子らを差し置いて、王位を継いだことについて、 確実な事情は不明である。ほぼ同時期に代替わりした、党の文宗からは、海府義堂三子、兼業大尉支持説、大都徳鳥林州所軍事、兼次説、三つる寧海軍史、白木王に作法された。旧東女白木殿には、大和五年こととしているが、この歌詞を引用したとみられる、三国式白木本に、高徳王記は、この作法については、 王の二年のこととしている。また、この作法の際に、王母牧師を大妃、王妃牧師を妃に作立することも合わせて行われた。唐への彫刻を続けて、文物の将来に努め、827年に、唐に入った旧皇栗系の僧のお家徳は経典を持ち帰った。また、828年に帰国した金王角が持ち帰った茶の種子を、知里山に植えさせて以後 白木での喫茶が盛んになったという。国内では827年に関、山州久子川県から即富の術という宗教運動が流行り出すと、人々を惑わすものとして、競争遠藤へ流刑とした。832年の春夏の干ばつ、7月の大雨で協作となり、飢えた民衆が盗賊となって放棄すると、10月には各地に死者を派遣して、 イブに勤め、翌833年にも、共作で、民が飢餓に苦しみ流行り病で、多くの死者を出すと、834年10月には王、自らが巡行して民に穀物を分け与え、民心の安定を図ろうとした。同じ834年には、身分の上下に応じて、色吹く、遮気、器物、家屋などの区別を厳然とさせて違反者には刑罰を、 用いるとする教書を発布して、写紙を禁じるとともに、王都の住民に対する身分序列を明確化させることとした。この教書の中で規定された身分序列は、新骨、六等品、五等品、四等品、平ら人のそれぞれ男女としており、七世紀中央に成立していた王族を中心とする身分序列である骨制度に対して、頭品制度とされる。 これら骨制度、頭品制度を合わせて、白木の骨品制度という、在11年にして836年12月に死去し、光徳王と送りなされた。遺言に従って、昭和王妃の三笹に合奏されたといい、その王領は、慶州市安公有の史跡第30号が否定されている。徳王が年月に即位した後、月には、 王妃の昭和夫人が亡くなり、王は大変悲しんだ。軍神はご妃を入れることを進言したが、王はつがいのとりでさえ相方を失って悲しむというのに、私にとっての良い伴侶を失って、どうしてすぐに再婚するなどという無情なことができようかと言って、ご妃を迎えようとはしなかった。また、高級の次女を近づけることもせず、王の左右にはただ宦官,官だけがいたという。 王妃を失った悲しみをつがいの鳥に例えたことについて、三国維持記異、皇徳王王無常には、次のような説話が伝えられている。三国式白木本に、剣徳王記においては、文中で終章とも記されている。三国維持王歴では、意味名は慶明と記される。慶妃、慶明は同音。三国維持王歴では、昇華夫人とする。昭和 正花は、音通りする。井上役中 1980p356 中 5455ab 旧当時二211白木殿5年金彦小卒も、資金経営ため、開府義道3時兼業大尉、支持説大都督鳥林収書軍事県事説三鶴る海軍士白木王新当二百三十六 白木殿、長慶、法歴官、再建支社ら愛長、留め宿英、彦行少子、固形既立。王母、王妃いずれも、禁止であるが、同性不今の統制を考慮して、対外的には、陰族の性を、牧師とする慣習ができていたと見られている。井上 1972P235。愛、総王、賢徳王の客中も参照。三国式巻十三。 雑誌に色吹ク情。ありがとうございます。